GO!、これはデジャブなんでしょうかって感じですけども、少し前にですね、薪をタダでたくさんいただいたっていう動画をご紹介したんですが、なんとね、また同じ方から、しかも同じ場所でですね、また薪をくれるというご連絡をいただきました。もうこの人は神です。ということで今日も嬉しい薪運びです。ファクトリー9、薪集め用にね、安全靴を新調したので、今回はちょっとね、これを履いて行ってみたいと思います。これね、別に案件でも何でもなくて、自分で選んで買ったんですけどもね、爽快堂というメーカーのスパイクブーツ、強力な滑り止めがついた安全靴ですね。チェーンソー用のブーツもね、いいかなと思ってたんですが、この足の裏にスパイクがついてるっていうのがね、薪集めには重要なんですよね。履いた感じはですね、ちょっとね、大きかったんですよね。僕の足のサイズは 26.5 なんですけども、そのままね 26.5 を買ったんですが、ちょっと緩かったですね。僕はね、足の幅がね、意外と狭いんですよ。 E か 2E なんですけどもね、既製品の靴で E っていうのはなかなかね、ないんですよね。まあだいたいね、その辺で売ってる靴は 2E か 3E ですよね。なので、まあ 3E の場合は靴紐をちょっとね、強めに締めて履いてるんですよね。で、この靴実はなんと 4E でした。おまけに安全靴なんでね、靴紐を強く縛ってもね、そんなに締められないんですよね。でもまあね、薪集めって冬にやることが多いんで、冬になったらちょっとね、厚めの靴下を履いて使おうかなと思います。まあ今日はね、そんなに大した斜面でもないんで、このまま行ってみたいと思います。足の裏のスパイクがね、これは結構効きそうですよ。トゲトゲがね、たくさんついてますんでね、これなら滑らないでしょうね。踏ん張りが効きそうです。それでいくらブーツとはいえですね、ここにね、隙間が少しできちゃいますよね。ここにですね、チェーンソーの切りくずがたくさん入るんですよね。なので僕はこの上から乗馬用のね、これ乗馬用のチャップスなんですが、これをつけます。これは前の安全靴の時からずっと使ってるんですが、膝から下にぴったりつけられるので、これ本当にね、チェーンソーくず全く入んないんですよね。これをおすすめしますので、概要欄からご覧ください。あ、これもね、これも案件じゃないですよ。ただの僕の個人的なおすすめです。これは前回来た時の状況なんですけども、この木ですね、切った木は主にこの1本の木を切って、まあ後ろの木はね、ちょっと剪定みたいな感じになってますが、それでこんだけの、薪をいただきました。それでこれがね、今回の状況ですけども、残ってた木を全部切ったんですね。これだけの量の木を切るのはね、結構大変だったと思います。それで今回いただけるのがここに置いてありますね。ありがとうございます。ファクトリー9、薪を軽トラに乗せていきます。また今回もですね、ちょうどいい大きさに切ってくれてあって、道の脇にね、こんなに綺麗に寄せてくれてあります。ありがたいことですね。薪ストーブ生活をするにあたってですね、この薪を集めるっていうのがね、一番大変なんですよね。薪にする木が軽トラが入れないようなところにね、あったりすると、だいたい手作業でね、何往復も、もう何十往復、何百往復としてね、何時間もかけてようやく軽トラ一杯分になるっていうね、そういう感じなんで、本当にきついんですよね。なので特にね、この道の脇に置いてくれてあるっていうね、これが本当にね、嬉しいんですよね。道のすぐ脇にあるんだったら切ってくれてなくてもいいんですよ。チェーンソーで切るのはね、そんなに大変な作業でもないんですよね。運ぶのが大変なんですよ。普通はね、こういう大きいのを山の中から引きずり出してくるんですけども、地面も平らじゃないところが多いですしね、
少し前までは僕もそういうことをよくやってたんですが、最近はですね、こういう親切な人にいただくことが多くなってきたんで、もうそうなるとですね、山の中まで入っていって薪を取りに行くなんてね、ちょっとね、考えられなくなりましたね。この前もねご紹介しましたけども、このトングね、このトングがあるとほんと楽なんですね。トングで掴んで、まあ、こんな感じでね引きずってこれますんでね、薪を動かす際はこのね持ち上げない、引きずるっていうのがね意外とポイントなんですよね。これでね半分ぐらいは詰めたんで一旦持って帰ります。まあね、このままでもね落ちそうにはないですけども、念のためロープで縛ります。ファクトリー9、前回すでにねもう軽トラ2杯分もらってあるんで、もうこんなに溜まっています。こういう太いやつ、重たいやつはね上には乗せないで、この山の両脇にね立てかけるようにしておきます。崩れ防止になるんでね。僕は腰痛持ちなんでね、重たそうなやつはこんな感じで落として引きずる、これがね一つポイントなんですね。だいぶ溜まりましたけどね、まだ残りがあるんでもう一回現場に向かいます。ファクトリー9、このでっかいのはちょっとこのままではね軽トラに乗せられないんで、チェーンソーで切って持って帰ります。いつものようにチャップスを履いてヘルメットをかぶります。ちょっとね今チェーンソーの目立てが悪くて暴れますね。目立ての動画を作った時に分かりやすいようにデプスをちょっと多めに研いじゃったんですね。直さないとねキックバックとかしやすいんで、まあちょっと危ないんですけどもね、早めに研ぎ直そうと思います。小さく切ったとはいえ結構重たいんですよね。なんでこれ1個はねここに台として置いておいて、大きい方を一旦この上に乗せます。自分が軽トラの上に乗って引きずり上げると、
まあこういう感じですね。台として使った一つはこんな感じでですね、踏み台として使います。最終的にね、この台も回収しなきゃなんないんでね、これが結構きついですね。ということで全部積み終わりました。これで帰りたいと思います。ファクトリー Q、今回も軽トラ2杯分の薪をいただいてきました。これで同じ方から軽トラ4杯分ね、4杯分の薪をもらったことになるんで、多分もう1トンぐらいはねあると思います。私の場合は大体ですが、1年間というかね、一冬で、まあ、2トンぐらい薪を燃やすので、まだ真夏の猛暑が続く中ですけども、これで一冬の半分の量のね薪がもうすでに集まりました。ご近所のね親切な方からもう1トンもの薪をいただけるなんてね、本当に感謝しかないですね。ありがとうございます。今動かしているこの太い部分はシイの木なんでね、シイの木はね割れやすいっていうイメージがあるんで、そんなに苦労せずに割れるんじゃないかなと思うんですが、まあ硬い場合はねスライドくさびを使って割っていこうと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお願いします。Thank you.